演舞開演。どうも、本日はこちら藤子のひじき豆を食べたいと思います。食べる気がします。どういうこと？そんな話を。どこか懐かしい雰囲気があります。では、いただきます。コリコリとしたひじきの食感と豆、こんにゃくの食感、その食感が見事にマッチしていて、とっても美味しかったです。そしてそれと同時に、どうか懐かしい気持ちにもなりました。なんだろう、学校給食を思い出しているのか、そんな気持ちです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。